今回はイスラエル戦とスペイン側の反応と二つの反応が気になるわ。だな。スペインは次の試合で戦うことになるし、今回はイスラエル戦とスペインの反応についてやるのでぜひ、最後まで見ていってくれよな。では見ていきましょうかね。お互いに疲労もあったりでそんな感じの試合展開にもなったけど、日本はローテーションしての全勝無失点で首位通過。決勝トーナメント初戦はスペインとなったわね。今日も国防ブライアンだったな。とか色々感想はあるけど、とにかくお見事だったな。グループステージ全試合。まず私は嫌なことから先に聞きたいタイプなんで韓国の反応から。韓国メディア、朝鮮日報が現地時間31日に報じている。同メディアは、韓国サッカーの永遠のライバルである日本が2024パリ五輪男子サッカーで3連勝を記録して勢いに乗っている、と題して、マリ代表との試合で8強進出を早々と確定した日本は、見事3連勝を決めた、と日本の勝利を報じていた。また、9回連続での五輪進出が叶わなかった韓国男子代表と違って、本番で優勝候補たる資格を見せつけている、と、予選突破さえできなかった自国という23日本代表の差を比較している。永遠のライバルだ？もちろん妄想だ。だってオリンピックに出場すらできてないのにライバルなわけがない。やめていただきたいですね。同じく韓国メディア、ニュース1は、日本は OA 枠の使用なしで23歳以下の選手のみでチームを構成、組織力を構築するのに集中した、と、OA 枠を使わずに全勝突破を決めた日本のチームの作り方に注目していた。オーバーエイジ枠ありきのあなたたちとは違うので、S 級スター志向ですからな。ニューシスは、サッカーで韓国の永遠のライバルである日本が、パリ五輪の男子サッカーで3連勝を記録し、勢いに乗っている、と伝えている。同メディアは、9回連続の五輪出場を逃した韓国とは違い、日本は本舞台で優勝候補としての底力を誇示した、と称えている。永遠のライバル言わないといけない決まりでもあるんか。いつものように妄想したことが分かったところで韓国はこれくらいにして他の反応行こう。U17 ナイジェリア代表メディアオフィサーを歴任し、現在はジャーナリストを務めるフランシス・アチー氏は自身の公式 X、旧 Twitter で、ナイジェリアにルーツを持つ日本の藤田ジョエル・チマは目を見張る美しさだ。彼はイスラエル戦でゴールに繋がる動きを指揮した、と絶賛していた。藤田はいつもすごいわよね。国母と藤田がこのチームで今一番外せないよな。もちろんみんなすごいんだけど、あのシアトパス制度、そもそもの発想が天才的よね。攻守両面で絶対に欠かせない。そして次がスペインの反応。まずエジプトに負けた直後の反応。この結果にファンも落胆。SNS 上では恥を知れ、理解できない、演技が悪い、監督は B チームを採用。当然の敗戦だ、ローテーションする余裕があるのは、選手層が厚い場合だけ、といった声が上がっている。強豪国っていつも敗北が許されないのね。さっき投稿した動画でも触れたけど、優勝するならぶっちゃけ2位通過のが良かったりはするんだけど、突破決まってるからな。そこでローテーションして決勝トーナメントに備えるのはまあ普通のこと。そこで負けることもある。結局どれが正しかったかってやってみないとわからない。首位通過以外許されないの大変だな。まあでも確かにやってみないとわからない。それは韓国パイセンの体を張ったギャグからよくわかる。スペイン人ジャーナリストのロペス氏は自身の X、旧 Twitter で日本は第1フェーズ、グループリーグを全勝、無失点で終えた。今日は多くの選手を入れ替えたが、アディショナルタイムのゴールで勝利した。彼らは模範的なメンタリティ、献身性、そして決して諦めることのないスピリットを持ったチームだ、と対戦相手となる日本を称賛していた。さらに同氏は両者の対決を楽しい試合になることは間違いないだろう、ともコメントしている。やっぱり楽しみよね。エジプトかスペインか。ドミニカ共和国の可能性もあったけど、なんだかんだやっぱりスペインとやりたかった。強豪国ってのもだし、最近男女ともに不思議と縁があるしな。東京オリンピックでは負けたし、ここでリベンジしたい。韓国パイセンの話あったけど、どこがいいとか考えるのはフラグ。どこが来ても勝つだけ。その相手がたまたまスペインとなってこれはもう思えないわけがない。スペイン紙ムンドデポルティーボは、敗戦がスペイン代表チームのチャンスを複雑化。これが彼らの金メダルへの道、と題した記事を掲載。次のように伝えている。エジプト戦の敗北により、グループ C でファラオに次ぐ2位となり、金メダルへの道はより複雑なものとなった。サンティ・テニア監督のチームはまず準々決勝で、最初の2戦だけでグループ勝者となった日本と対戦しなければならないからだ。決して楽な相手ではない。ラ・ロハが日本に勝てれば、準決勝でモロッコ対アメリカの勝者と相まみえる。エジプトに敗れたとはいえ、スペインは決勝までフランス、あるいはアルゼンチンとの対戦を避けられるため、全く不利な状況ではない。それぞれゲイリー・アンリ、ハビエル・マスチェラーノが率いる両チームは、アルビセレステ・アルゼンチン代表の愛称がモロッコに次ぐグループ2位となったため、準々決勝で戦うこととなった。スペインは首位通過すると、決勝トーナメント初戦勝ったら次にフランス対アルゼンチンの勝者との対戦になるのよね。でも2位通過なら日本に勝てば次はモロッコ対アメリカの勝者。ならこっちの山のがよくね？ってなったりもするわけだな。まあモロッコもアメリカも厄介な相手だけど。
狙ったかどうかわからないけど、どっちにしてもこっち来たことを後悔させてやりましょうや。同国メディア、アスは、これがオリンピックの準々決勝で戦うスペインのライバル、日本だ、との見出しで大岩ジャパンを紹介している。日本は非常に特別であり、オーバーエイジを受け入れていない唯一のチームである。この大会での成績は非常に良い。初戦は素晴らしいサッカーを見せて、パラグアイに5-0の大勝。3戦全勝で9ポイントを獲得して完璧にグループステージを終えた。さっきの永遠のライバルからハイレベルなライバル出てきて草。本当に恥ずかしい連中だよあの人たち。スペインにライバルと言ってもらえるのはいいわね。優勝する上でのライバルって意味合いだろうけど、それでもね。でも実際日本代表の評価ってかなり変わったと思う。今までって世界は日本なら勝てる、楽な相手だとか散々ストレートに言ってたもん。確かにそうだったわ。悔しかったけど事実だから言い返せないしで。認められてきたってことね。また、日本にはスターはいないが、個人よりも非常に完成度の高いチームとして際立っている、としつつも、注目すべき選手を挙げている。キャプテンでありチームの羅針盤である藤田ジョエルチマは、アジア大会で最優秀選手に選ばれるなど目立った存在だ。そして、攻撃を牽引するのは斉藤幸樹だ。その斉藤やここまでにゴールの水戸俊介など、最大の主役となっている選手たちが欧州でプレーしていることは特筆すべきだ。藤田のこと絶対スペイン好きよね。将来的にはリーガとかでやってたりするのかな。妄想が膨らむ。少なくともずっとシントトロイデンってことはないだろうな。勝ち上がればかなり早い段階で動きがあるかもしれん。スペインだけでなくいろんなとこが注目するだろう。斉藤と水戸もね。日本の選手が大量に見つかってしまう。まあもう海外に見つかってるけど。ってことで海外の反応、スペイン多めだったけど警戒されてるのがわかるな。スペインはワールドカップで痛い目にあったし、警戒するでしょうね。いや熱すぎる。スペインを警戒させる日本。何よりもやれるんじゃないかと思える現状よね。少し前はノーチャンスに近いくらいの感じだったが、今ならやれる気がする。カタールワールドカップでもそうだったしな。さて、次はイスラエルの反応行こうか。同国サッカー協会の SNS には、次のようなコメントが寄せられた。恥ずかしい。ガイ、ルソンのサッカーは睡眠薬も眠たくなる。絶対に勝たないといけない試合でなぜ引くんだ。ビーチサッカーを見た方がマシだ。情熱がない。監督を解任しろ。戦えよ。誰が絶対に勝たなきゃいけないと言った？やっぱり初戦の重要性ってすごくこの試合感じたわ。日本は初戦勝って突破を決めての試合で高温で疲労もあったけど、余裕はあったのよね。対するイスラエルは初戦引き分けたことで3試合ほぼ同じメンバーで戦う羽目になった。ローテーションしろよというのは簡単だが、勝たなければいけない状況でいじるのも相当難しいんだよな。それが結果に出た感じね。マリにも同じことが言えるかも。パラグアイは、まあ例外として、ローテーションして負ければ叩かれ、同じメンバーで負けても叩かれ。結局過程は無視して勝つことでしか叩かれるのを回避する術はないな。しかもイスラエルって前の試合15度で、今回31度。試合前からして明暗あった感はあるわね。ただ、決定機を決めきれなかったのが大きい。国防ブライアンが凄すぎたのはあるけど、何にしても、サポーターからするとフラストレーション溜まる試合だったのは間違いない。敗れたイスラエルのメディア、アイスポーツは、ゲームを次のように振り返った。今夜のイスラエルは質の高いパフォーマンスで良い状況を作り出し、日本よりも危険だったが、チャンスを逃してしまうと、最終的に91分に失点した。ボックス内で完全にフリーとなった細谷にシュートを決められた時、イスラエルの希望は打ち砕かれた。日本にとっては歓喜の瞬間だけど、イスラエルからするとまさに希望を打ち砕かれたな。これも決めるとこ決めないとこうなるって結末だったわね。チャンスはイスラエルの方が多かったけど、まさにそんな感じだな。ヘイオムは、夢から覚めた。イスラエル代表はオリンピックから追い出された。次のこの時まで、また48年間待たなくて済むのを願うしかない、と伝えている。イスラエルのサッカーはメジャートーナメントで名誉ある地位を築くという夢に戻る。オリンピックは日本に0-1で痛恨の敗戦を喫して幕を閉じた。不愉快な話だが、私たちにはそれ以上の価値はなかった。欧州予選突破しないといけないんだもんね。イスラエルはアンダー世代、若手の躍進がすごいし今後急成長する可能性があるが、なんというか色々と問題もあるからな。どうなることやら。なんか最近こういうのばっかよね。ワイネットは、すでに準々決勝進出を決めていた日本は主力を休ませた、という23日本代表の状況を伝え、準々決勝進出のために勝つしかないことは分かっていたが、強敵を打ち破ることはできなかった、と結果を嘆いた。それでも、48年ぶりに五輪は勝ち点1の獲得にとどまり、グループ再開という結果だったが、イスラエルは五輪出場権獲得という歴史的な偉業を誇るべきだろう、と記して、パリ五輪の舞台に立った U23 イスラエル代表を称えた。まあいろいろあるけど、選手たちは頑張ったんじゃないかな。欧州予選突破して出場した時点で快挙だし、勝ち点も取れてるわけだから。イスラエルサッカーとしてはそうね。と、こんな感じなわけだが、
なんとも言葉に困る部分もあるけど、普通に試合して何事もなく終われたのが良かったわね。川崎は怪我しちゃったけど。そうだな。何にしても、これで日本は首位通過。ここで失点するくらいがちょうどいいなんて思ったくらいだが、そこは国防ブライアンがいたな。スペイン戦も期待だ。さてみんなは今回の件どう思ったかしら。高評価とチャンネル登録ついでに、コメ欄で意見を聞かせてね。オリンピックサッカー再生リストが便利。エンド画面から。そして本日の女子サッカー日本対ナイジェリアは結果次第になるがリアルタイム編集で試合直後に投稿予定。それではまた次回、戦うよ。ご視聴ありがとうございました。真ん中がこのチャンネルになります。空いてるところにあるチャンネルは関連のサブチャンネルになります。興味がありましたらぜひ。空いてるところってなんだよ。え？うく主の雑さがよくわかるわね。いや、いろいろ詰め込みすぎてスペースが。あ、はいはい。それではまた別な動画で。またね。はい。